ちょっと待ってください。コメントがまだ取れてない。ダメだな。今の、このルークス本体から読み上げ出そうとしてるんですけど、なんかルークス本体音が出なくなっちゃってて。コメントしとく。ダメだな。ちょっとお待ちを。じゃあ放送 ID だ。16 397 3972 397 3972。どうだ、あ、来た来た。こんばんは。で、部屋の中がですね、今暖房かけてるとこなんで、何状態？あ、見えない。格子状態、いかにも。二段ベッドが四つ並んでて、二段ベッドが八つ並んでるのか。16人部屋なんですけど、一人です。他のお客さん泊まってるんですけど、ここユースの部屋が一つだけあって、で、そこに一人です。木の匂い、いや、特に。じゃあちょっと話しますかね。よいしょ。ああ、なんか今日は、放送トラブル続きでしたね。まともに放送できなかった。規制食らってんのかなのかわかんないんですけど。神父さんの、ああ、なんかそういうのあったっけ？広いとこ独り占めでございます。1時間ずつ。一応ベッド指定されたんですよ。指定というか決めてくださいって言われて7番取りました。入り口に一番近い1段目。タブレット配信はですね、オーディオデバイスの問題さえ解決すれば、あれってもしかして Windows 8.1 との相性じゃないですかね。どうだろう。マイク変えてもオーディオデバイス新しいやつに変えてもダメだったから。ダメですか。PT ですか。中華三昧でした。てか、ちゃんぽん食べました。スープは、リンガーヘッドよりも、リンガーヘッドじゃない。リンガーハットよりもはるかに、豚骨してたけど、麺はリンガーハットの方が美味しかったな。大丈夫じゃ、大丈夫かな？今見たら大丈夫っぽいですけど。というわけで、よっと。一人ぼっちです。なんかこの感じは、味噌のスターフォレストか。あそこの部屋思い出しますね。何年前だっけあれ？ 4 年前。宿泊料金はですね、あ、いくらだったっけ？ 3000 円だったか 4000 円だったかです。素泊まりで。そう、コンビニのおでん。実はチーカマ一本買ったんですけど、その後におでんに気がついた。この方がいいやと思って。じゃあ、とりあえず、肉まん買ってきてない。割とカロリーが低めの大根とか、大根と、ガモじゃない、厚揚げと、あとカロリー低くないけど、餅巾着です。餅だから。あ、おいたん OK ですか？了解しました。まあ、とりあえず乾杯ですね。イエス、16人部屋、こっちの方にもう一通路あるんですよ。てなわけで、今日はこれです。ご当地、4年ぐらい前じゃなかったですかね。明日は8時のに乗るかどうか迷ってます。雨みたいだからあんまり急いで行ったってなーっていう感じが。いや、乾杯。太った、また言われたっていうか、太ったって書いてる人毎回同じじゃないのか。体重変わってないからそんなに見た目ではっきり変わってはいないと思うんですけどね。こんばんは。あ、ちなみに明日、こっち雪予報ですよ。KP。あれ？デジカメどこ行ったっけ？デジカメ。そう、おでんにマンゴーカルピス。ティンティン。
こんばんは。さっき夜景いっぱい撮ってきたから。白火炎。国のためっていうか人類の死のためには、あ、どうなんだろうな今。まあいいや。先っちょ。雪、まあ雨よりはマシですね雪だと。じゃあとりあえずからしと。あ、ちなみにさっき何佐山だっけ、稲佐山か。稲佐山の頂上まで自転車で登ってきて、夜景がむちゃくちゃ綺麗だったんですけど、見事に、あ、島は明日渡る予定です。見事に配信失敗しましたね。あそこの屋上ですね、夜景がめちゃくちゃ綺麗で、あとめちゃくちゃ寒かったです。頭痛くなる寒さでした。とりあえずいただきます。やった。とりあえずこんな感じ、あ、見えないな。実家に。カトリック。私はカトリックというローマンカソリックを思い出して、モンティパイソンネタ思い出すな。ポイント。変なとこになんか坂道ありますよね、長崎は。こんなもんか。コディかな。いただきます。じゃあ、厚揚げから。船で渡る、そうです。こっから五島列島の福江島まで100キロ以上あるんですね。だからフェリー、確かカーフェリーだと3時間以上かかるんじゃなかったかな。今日も16時台のには、ま、行けば乗れたんですけど、着くのが夜8時とかだったんで。あ、白ご飯、うん。あ、YMCA、多分そんな感じじゃないですかね。男性信者、女性信者男性と信者女性っていう選択肢ありましたからね、宿泊客に。豆腐うまい。海外はちょっと言葉の壁があって、まだ乗り気にならないです。あったかい。どこがおすすめ？大村湾。あれ？大村湾って私が今日、フェリーで渡ってきた都議津港のあたりですよね。あのあたりに確か、美しい大村湾とか書いてあったんで。あれ？空港を含むあそこの湾岸一周ってことですかね。湾岸つってます、こう。結構山ばっかりですよね。おでんは大根食べる。まだ食べてない。壺買って。雲仙の方逆方向なんですよね。島原雲仙かな、こっちから見ると右下の方。深夜のおでん。カロリー的にはまだマシかなと。英語ペラペラだったら、それはわざと言ってますか。まあ、千葉で、どこだっけ。くるりとか行った時に、途中で外人さんと会って、超しどろもどろでしたからね。雪わかんないです。恐れ山から発信、私前やってますよ。恐れ山ですね。予想以上に恐れ山でした。あと、アイスクリームというかシャーベットが恐れ山盛りっていうのがあって、あれは本当恐れ山の味がしましたね。具体的に言うとよもぎっぽい味がした。あ、カーテン開けたらですね、すぐそこが浦上天主堂なんですよ。明るさ調整すれば見えると思います。後でお見せします。登ったり下ったり、ああ、でしょうね。諫早湾の堤防の上。諫早湾って近いんでしたっけ？佐世保の向こうかな？この、ちょっとだけ寒い時に食べるこの大根の、めちゃくちゃ美味しい。
あ、そうそう、線香。なんか、よもぎとか線香とか、私そういうのの、頭の中でそういうカテゴリーに入ってる味でした。恐山のは、カソリコだっけ？なんだっけ？ソは入ってた。今日は配信全然ダメでしたね。しかも配信トラブルの対応してるだけだったから、GoPro 動画的にも見られたもんじゃないと思います。ん？無料で見学。都立から東の方。実家までは自走で、いや、多分最後列車移動だと思いますけど。声直った。あ、これは今、ルークス、古いパソコンでやってるからです。古いパソコンとか言ってしまった。佐賀と長崎、ああ、そのあたりなんだ。脂肪肝も。あ、今これやってます。これ言っちゃってます。夜中に食べる餅巾着。あれ？これ何が入ってる？あ、鶏肉とか入ってる。ダメですね、こんな鶏肉とか入ってたら。うまいじゃないですか。あ、カルピスサワーの存在すっかり忘れてた。いや、今だいぶ暖かいです。で、新しい方もオーディオさえ問題なければいけるんですよ。だから、あそこさえなんとかすりゃ。で、あと今日、大失敗した。また太ったって言いやがった。今度は違う人の可能性が高いな。じゅわってだし汁吸ってる。大根は今相当染みてましたね。で、ちょっと待ってください。鶏肉本当ですか？油断していいんですか？で、さっき見事に配信に失敗した夜景でございます。ちょっと パソコン画面が映って見づらいな。よっ、うん、ちょっと黒背景だから今一つ見えないですね、細かいところは。後でパソコン、デジカメで撮った方もツイッターにアップします。確かに世界新三大夜景とか福岳あって、とても綺麗でしたね。本当にびっくりするぐらい綺麗だった。カラシじゃなくて柚子胡椒か。あ、それもまあそうですね。シュミテクトって何でしたっけ？おでんの、そうそう。あとは見せるものあったかな。あ、ちなみに稲佐山の頂上はこんな感じでした。こんな感じって、まあ駐車場のとこだけど。海苔せんべいですか。工場も、ああ、それもあるかも。まあいっか。本当にむちゃくちゃ綺麗でした。ちなみに今の、夜の時間帯は夕方5時半から9時半まで、タクシーは屋上というか山頂の駐車場を使っていいけど、一般車は中腹、標高差300メートル中の250ぐらいのところにある中腹駐車場っていうところでに入れろって書いてありました。自転車は10キロぐらい。同室者なしです。ロマンティック。そう、いなさいなさ。ふぅ。ライブ？昔か。ん？誕生日ってなんだっけ？ってのも今余ってますね。そう、アベック多かったですね。あと、観光案内してるおばちゃんとかタクシー運転手さんみたいな人たちもいました。カーチクロスは禁止じゃないかな、多分。ちょっと食べ終わってから。ん？岩盤浴。この建物の中はないですね。普通の、お風呂です。うん、蓋、あ、これですか、蓋です。うん、へえ。あ、卵買ってきてないです。コレステロール的に卵はなんか悪な気がして。うん、うん、餅、うん、
かんころ餅、かんころ飯っていうのは聞いたことあるの。かんころってさつまいものことですよね。サイクル野郎っていう古い自転車漫画に、かんころ飯の名前が出てきますよ。常時は禁止できないでしょう。まあそうですね。まあでも、見えるとこでやってたら、わいせつ物陳列罪になるんじゃないですかね。とかそういう、ネタにマジレスなのかな。ご当地おでん、ご当地系なかったですね。まあ、近くのファミマで買ってきたんで。うん、女性も泊まってましたよ。さっき若い女性が2人泊まってました。あと若い男性も1人泊まってました。年配の人が逆にいなかったのは私しかいない。この部屋は16人だと思います。お祈り。訓練用おもり。大したことないですから。350g ですから。でもキーボード足すと 500g ぐらいになるな。そう、卵。控えてます。面で自転車通勤すればコレステロール。そう、自転車通勤できる場所に引っ越せばいいんですけどね。一人身なんだし。ステロールって何でしたっけ？カーテンして部屋仕切りたい。卵なのでサイクル野郎自炊して。自炊は何度か出てきましたね。あ、カンコロ餅。カロリー。そう、結構悪かったんです。なんだっけ、LDR、悪玉コレステロールが、一時期200まで上がって、160超えるとアウトらしいんですよ。本当になんか薬で抑えなきゃいけないレベルらしいんですけど、それをはるかに超えてしまって。自転車は、クロスバイクなんで、まだ独身、秘密。あ、美味しかった。うん。はぁ、あ。じゃあ、冷蔵庫。じゃあちょっと、外の様子などお見せしましょうか。悪玉コレステロールですよ。本当ですよ。LDR ですよ。LDR って何の略なんだっけ？それじゃないからそうなんですよ。ここ今6階で、1階に談話室っていうかまあ、くつろげる場所があるんですけどね。でもこんなにベラベラ喋れないから。血管がそうそう。コレステロールはですね、詰まるっていうよりは、コレステロール値が高いと血管のその、血管の肉の間になんかコレステロールが入り込んで脆くなってとかなんかそういう恐ろしい話らしいですよ。健康なんとかセンターで聞いた話をそのまま言ってますけど。ちょっとじゃあ、やけ。悪玉そう、あのあたりもなんかいろいろ変わってるみたいですね。さてじゃあ、宿の窓の外でもお見せしましょうか。まだ10分以上残ってんな。よっ。ちょっと待ってください。よっ。こんなもんかな？もうちょい。このぐらいか。クリスチャン、その可能性高いと思うんですよね。で、天主堂どれだっけ？あれだ。見えないですね。よっ。ああ。よっ。あそこです。あれが浦上天主堂です。見えますよね。つまりメタボ、そうそう。気をつけなきゃいけない。お、いらっしゃいませ。高田社長。兼六園、それは金沢。兼六園行きましたよ。なんか6つの美しさがあるから兼六園なんですよね。というわけで。元に戻しました。よっと。ふぅ。あとはその館内の、パルテノン神殿。みたいに見えました、今。で、部屋の中は、っていうかフロアのレイアウトこんな感じ。いらっしゃいませ。
広島じゃなく長崎です。ちょっとしてないしてない。うう。で、あとはスケジュールとか、フロア11時まで、門限11時半まで、消灯24時、消灯？あと20分か。モーニングシャワーとかもできるようになってますね。チェックアウト5時半からか。部屋いっぱい。で、今、私がここに陣取ってて、今散らかしまくってて、まだ布団敷いてないですけど。で、ここに1、2、3、4、2段で8人分あって、ここからこう移動すると、コーヒーサーバー。あ、そう、コーヒーそういえば飲めるんだった。でももう、1階のフロアは終わってしまったから。何人？ここに16人ですね。こんな感じです。あと朝ごはんはですね、素泊まりなんだけどコーヒーとあとクロワッサン用意されてるみたいです。朝7時から食べられるって言われました。ただ7時だと8時のフェリー間に合うかな。布団合わせる、そうです、そうです。まあ、民宿なんかもそう、あ、民宿は大体最初から引いてあるんだっけ？敷いてある。んだっけ？次枠はなしですね。いや、私いつも夜一枠ですよ。ネタがあろうとなかろうと。若い女性、実はこのフロアはですね、女風呂がなぜかあるんですよね。男風呂は5階で、女風呂が6階で、このフロアなんですよ。さっきそのあたりで、例の若い女性が、顔洗ってましたけど、なるほど、ここは女子洗面所だったか。布団台、いや、そういうの別にはなってないです。で、向こうの奥の方に見えるかな、あれ。さすがに見えないかな。なんか赤いの見えますかね。そう、間違って見えよく。うっかりまっすぐ入り込んだら、あそこ女ですよ。突き当たり。つまり、そう、ここは食事提供やってないみたいですね。あとは長崎の本当に長崎駅の近くに恵比寿ユースホステルというのがあったらしいんですけど、それも確かに1、2年前に亡くなったみたいですね。で、このジェントルメンって書いてあるのがユースホステルの宿泊者用の部屋です。他の部屋多分普通のレイアウトだと思うんですけど。隠しカメラ。あ、女風呂見えました。おぉ。あ、今ちょっと電波悪くなったな。大丈夫。あとは見せるものは特になかったかな。ん？何の文字が？あ、同じでも見えました。おぉ。長崎婚約、そういう文化なんだ。嘘つけ。婚約か。そうだったのか。ミサ。あ、そうだ。ミサ関係はなんか、そういえば、そういう関係は特に書いてなかったっけ？ないか。ユース、そうです。若者のことです。帰りは、食事提供があったところで、皿洗いとかも昔あったんですけどね。なんで誰もいないんですか？なんででしょうね。今日平日だからってのあるんじゃないかな。多分。そう、入り口に陣取ってます。入り口に一番近い下の方のベッドっていうのはなんかエンダーのゲームっていう、最近なんか新訳が出てたんで読んでみたんですけど、昔のと違ってるかな、あれ。新訳の方もなんかいまいち納得いかないところが結構あると思うんだけど。エンターのゲームっていうのは年明けに映画が公開されるみたいですね。スタン・ハンセンが叫んでるのもユース。え、嘘。スタン・ハンセン Wii ですよね。終了5分前。あと、もう特にネタないな。あれ？読み上げしな、あ！読み上げをやらしてた iPhone が電池切れた。ギリギリだったからな。じゃあ、あとは静けさの中で私はコメントじっと見ながら。何もないな。特にお見せするものもないんですが。奥に誰かいたらビビりますよ、私は。こんだけ喋りまくってて。さっきまで今ここもこれが出してました。あの iPhone が。今日仕事納め、ああ。そう、オースン・スコット・カード。
でしたよね。シオドア・スタージョンは人間以上か。あなたは神を信じません。私は神などにしないです。意地でも。絶対しやしねえ。彼岸島上陸。彼岸島っていうのはなんか漫画アニメネタかな。確か漫画でニコニコの広告出てきたような気がする。彼岸島。彼岸島だっけ？なんとか島。明日は何時からは、ちょっとわかんないですけどね。ゴトレッド行ったら電波ないんじゃないかと思って、そうなったら諦めて、GoPro だけ撮ってきます。Wii Use。ゴミ箱の中。ちょっと今見せられないんだよな、ゴミ箱の中。明日どこ走るの？五島列島に行く予定なんですけど、なんか雨っぽいんですよね。雨とか雪っぽいんですよね。うちの神さんがね、コロンボだっけ？小豆島。キャンプ。いや、夏場、でもあまりやってないか。明日の予定が。明日は五島列島の福江島のとこです。あそこに航空券の、なんか、使い終わった航空券を捨ててますが。マルタラブのギャグ漫画。マルタラブというのは、マルタラブってそれ作者名ですかね。頭部が。なんで見せるの？いや、ゴミ箱の中さっきの見たらほんと空っぽだったんで。一旦ポケットの中のものをさっと捨てて、あ、そういえば大事なもの入ってなかったっけと思って、もう一遍改めたんで、ゴミ箱の中までなぜか確認してました、私は。女子洗面所のゴミ箱、うわ、最悪。なんかそれ考えただけで最悪です。その最悪であるということを認識してしまうこと自体もなんか悪いのかな？ゲスなのかな？ 6 時から、ミサってそうなんですか？キリスト教での。ここはカトリック教会です。また太ったって言いやがった。これ誰か来た。なんか今外誰か歩いてましたね。部屋の中に入ったみたいだ。あと何か情報量があるものは何かあったっけ。明日の朝ごはんかな。明日の朝ごはんです。女子トイレのブツ入れ。本当にそういうのに興味というか興奮する人っていうのは多いんですかね。そう、足音がちょっと聞こえましたね。てか、楽があるのか、これ。イエス・キリストが。音の問題。いや、新しいパソコンの方じゃないんで、今。あと、新しいパソコンだと、ノートパソコンみたいに開いて、立てたところにウェブカメラくっつけたりっていうのができないんですよね。スタンドがないと。サンドイッチ。ちょっと回ってきた。今更ですけど、さっき飲んだカルピスサワーが少しだけ、ぼーっとしてきました。と言ったらなんか、登り速度が落ちてきたな。じゃあ、そういうことで、明日は、どうかな、船3時間もかかるんで、多分船配信はしないと思います。後藤列島